願いします。はい、ではまず最初にビフォアの状態について。どんなビフォアは、前下がりのワンレンベースでした。うん、前髪は前髪は目下ぐらいでしたね。はい、色味は大体でいいんですけど、何トーンの何色味ですか。6レベルの、ブルーブラック。そうしましたらカットについて詳しくお願いします。はい、鉢下に関してはあんまりこうレイヤー入れすぎちゃうとこう動きすぎちゃうので、鉢から上をレイヤー、入れて、オーバートップの部分をハイレイヤーを入れてます。で、前下がりのベースだったのでそこに角を落とすように、前上がりにレイヤーを入れて、まあ、その後に、前髪をつけ目上に設定して、その後はこめかみの部分をシェーピングしてこうスライドで、レイヤーを顔周りのレイヤーを入れてます。で、こめかみの部分とその下のミドルの部分をちょっと長さを変えて、レイヤーを入れてちょっとウルフっぽいような感覚になるように設定して切りました。顔周りだけでガラッと印象が。そうなんですよね。なんかやっぱりあまりなんだろう、逆に入れすぎちゃうと結構癖も彼女はあったので、動きすぎちゃうので、できるだけこう、まあ、抑えながら動きを出すっていうのが部分で、だから縦スラで入れちゃうと結構動きすぎちゃうので、横スラで、エレベーションでレイヤーの方は入れてあります。まあ、そうすることでこう動きすぎないようになるので、動きすぎないで丸みもありながらでも顔前だけは動きが出るような感じに、カットの方をしてます。スタイリングをお願いします。スタイリングは、バーム系とオイルを、1対1で混ぜて、まあ、全体的に毛先中心につける感じですかね。大事な顔周りはどのポイントがありますか、スタイリングすると。逆に顔周りからつけちゃうとベタベタになっちゃうんで、まずは下の部分、顔周り以外の部分にしっかりとつけて、で表面につけてあげて、その最後に前髪、あと顔周りにつけてあげた方がバランスがよくスタイリングできると思います。そうですね、逆に顔周りはなんか、まあ、あのままの下ろした感じでもいいですし、まあ、今日はちょっと撮影だったので軽く前髪巻いてちょっとこうキュッと動きが出るようにしたんですけども、まあ、スタイリングとしては、まあ、つまんでやる程度でいいかなと思います。どんな女性におすすめしたいですか、今回のぐらい。そうですね、なんかハイトーンに飽きた人だから なのでちょっと飽きてきたので、あえて今日はダークトーンのモデルを用意して、いつもハイトーンを多分やったんですけども、なんかちょっと飽きてきてる子も結構いたりとかして、でもなんか逆になんかあんまりこう中間が8レベルとか9レベルよりはなんか本当にダークトーンの方が結構おしゃれに見えるので、まあ、そこにトレンド のハイレイヤーをミックスすることで、なんかちょっとハイトーンに飽きた子が、チャレンジなんか変えたいなっていう時にチャレンジできるいいスタイリングなんじゃないかなと思います。はい、ありがとうございました。